なんかぼんやりとした不安みたいなのがある中で、じゃあ黙ってるかなんかするかって言ったら、あるしかねえっていうところあるんです。なんかイタル君が言ってたのは、なんか僕スピーチ決定なの僕に直接 LINE くれたんですけど、どうなんですか、違うのって送って、いやそうですよって言ったんですけど、そうですよいやもう前回のあれでまんまでいいよ、こいつしつけーって、私はこいつしつけー、何と言ってやがる、ちょっと違うこと言った方がいい、いやアクセント変えてすアクセントこれが僕たちの主義だなんかかっこいいっていうよりもなんかお祭り感をもっと出せればいいなと思って、そうそうそう、デモに参加してる人たちに、もうクラブだと思って乗って更新してくださいっていうのを言っとけば、多分みんな踊って更新することになるから、でもなんかもう振りとか作って選曲が時間かかるんだけどね、方向性もちょっと今回かなりワンサーゲン的なワンモータイムにしろ終わらないみたいな、なんか、なんだろうな、なんかそういう壁を感じるんですよ、デモをやるっていう、自分も友達とか、バイト先の先輩とかにデモやるとか、あんま言いたくないし、なんか、ちょっとイベントやりますさっきこんにちは。こんにちは。はい。昨日たまたまツイッターで来ますかって言ったら来るって。すげえ。ほら、あ、どうも。今日は暑いですね。暑いです。今日暑いです。今日暑いです。実際に何か動かすのすごいです。いや、もっと繊細な形で、かつ静音の形で、だけれども長く続くんです。言葉のオーディションになったこと、例えばここで起業をして、その会社を持つのを積み上げて、イベントを立ち上げて、確かにその方が今の会社会みたいな、安易な革命でもなく、ニヒリズムのように僕たちは主張しますっていうのが前回のキャッチコピーだったんだけど、安易な革命などありえませんとか言われて、めんどくせえなとだから別にもう初めからちゃんとスタンス変えちゃおう、そこだけは。一つだけ共通認識として持っててほしいのは、国家なんてない方がいいんだ、権力がない方がいいんだ、もう情報の管理がない方がいいんだ、縛られない方がいいんだっていうことじゃないんですよっていうのを言う、羨ましい。ドイツランド。ドイツランド。僕はもう一番の自分のやっぱバリアっていうのは、今までの自分の生活で携わってた友達だとか家族だとかいろんな人たちだと思うんですよ。でもいいじゃんっていう、自分が素直に疑問に思ってるし、思ってることがあるんだったらやっちゃえばいいじゃん。でそういうのを繰り返していく中で、やっと初めて俺デモやるよって友達に言えるんだろうなって。チラシかっけー、チラシかっけー、いいっすよね、うん、自分たちのこの活動っていうのがそう簡単に現実を変えはしないっていうことをどっかで僕たちは知っています。こういうデモを通して俺らはできるんだってことを自分たちにも言い聞かせていくんです。今回はそういう日にしましょう、皆さん。今回はそういう日にしましょう。政治のことを分かったように語るなと、学生の文在で何が分かるのかと、それに何の意味があるのかと、いつの時代もそうやって言ってくる人がいます。しかし僕はどこかで聞きました、どこかで知りました、どこかで読みました。いつの時代もまたそうやって嘲笑されてきた人たちが、それに対してノーと言った人たちが、おかしいことにおかしいと言った人たちが、
声を上げた人たちが、諦めない人たちが社会を変えてきたんです。みんなにこっから見える光景を見せてやりたい。3年前だったらこんなこと考えられなかった。民主主義が終わってるって人もいました。それに対して言えることは一つだけ、終わってみたらハッピルドってことです。一人一人できることをやっていきましょう。地道にでも確実に俺らが歴史を作るから。今回も私そんなにめっちゃ友達がいる環境で来たわけじゃないんですけど、結構周りの人とフランクに話せて、私たちがこれをやったからってすぐに何かが変わるわけじゃないと思いますけど、民主主義のプロセスにこう自分たちは参加してるんだっていう、そういう意識が実際に参加することによって、そういう気持ちが感情が持てたので、なのでそういうことを経験した人はやっぱり次もまたそういう機会があれば来ようかなって思えると思うしっていうのをすごい感じました。この友達とかは全然デモとかそういうの全然違うところで生きてますし、あえて僕からデモするんだみたいなことも言わないですし、そういう話聞かれたら話しますけど、こっちからしないっていうのはやっぱりどう話してもみたいなところで、自分の中でそれはよくいいことだと思わないですけど、どっかでハードルかけてる。これ以上自分がそうやって喋っちゃうとなんかみんなによく変な風に思われちゃうみたいな。一回離れたんですよ、僕こういうことから。それは自分の中ですごい苦しくなって、みんな悩まなくて済んでるようなことで、なんで俺は悩んでんだろうみたいな、なんかじゃあやんなきゃいいじゃんとか自分自己から思って、しばらく半年くらい本当に何もしないで、なんかどっかそれも引っかかりながらやってる自分がいて、黙ってるのが本当の自分ではないなって思うし、あえて一方的に無視し続けて生き続けたとして、本当は自分こうなのかなって自問自答しながら生き続けることになると思うんで、だったらもう自分らしくというか、未来のあるべき姿をたった今から思い描き、皆で討論し共有し、その実現のために行動することはとても理にかなっていることのように思います。坂本龍一さんより。帰り際限定10人で、僕テキーラのテキーラのショットを覚えるんで、お酒好きな人に。お疲れ様でした。何かものを深く考えるっていう機会がすごいないんじゃないかと思って、でもそれって私はすごいもっとしなきゃいけないこと、本当はもっとしなきゃいけないことがゆくゆくは自分の生活にこう関わってくることだから、本当はもっと一番しなきゃいけないのにできてないことで、それをもっとみんなできたらいいなっていうか、なんだろう、時期待ってても絶対来ないから自分で時間作ろうみたいな、もっとみんなに勉強してほしいっていう思いがすごい強くあって、それは自分にも思ってて、でやっぱり最終的には僕らやり方としてはポピュリズムというか、そのみんなにこう入りやすいというか ポピュラーな感じでやってはいるんですけども、僕個人の考えとしてはみんながやってるからどうだとか、やっぱ大切な友達だから俺も一緒に反対するとか、そういうんじゃなくて、やっぱ自分で、何度も言ってますけど、孤独に一人で考えてそこに立てる、そういう人が増えないことには望みはないと思います。マジで俺がやんないで誰がやるんだか、今前から俺がやんなかったら誰も買えないから、じゃあ俺がやるってしょうがねえから。僕みたいな挑戦20年ちょっとしか来てないやつが軽く言うのはあれなんですけど、戦いながら声を上げながら生きれたらいいなとは思ってます。